K9795-9796 次列車とは、新疆ウイグル自治区の主府ウルムチとカザフスタンの最大都市アルマトイを結ぶ中国鉄路走行市ウルムチ鉄路局とカザフスタン鉄道が共同運行する優等列車である。カザフスタン運行列車にはジベックジョリ号の愛称がある。1992年6月23日に運行を開始した。 K9795-9796 次列車の運行距離は 1359km で、途中、北強市線、トルキスタンシベリア鉄道を経由し、クイトン駅、アヘシャゲ、山口駅、ドストク駅、ベスコリー駅、アクトガイ駅に停車する。中国が担当する列車は、ウルムチ鉄路局ウルムチ客運団国際列車チームが乗務し、 1 8系客車を使用している。中国が担当する、ウルムチ南発アルマトイ駅 K9795 時列車は、毎週土曜日にウルムチ南駅を発車し、月曜日にアルマトイ2駅に到着する。同日の夜、ウルムチ駅 K9796 時列車は、アルマトイ2駅を発車し、水曜日にウルムチ南駅に帰着する。 カザフスタンが担当する列車は、アルマトイ鉄道管理局の乗務員が乗務し、ロシア式の客車を使用している。毎週土曜日に、ウルムチー地ジベックジョリ号は、アルマトイ二駅を発車し、月曜日に、ウルムチ南駅に到着する。同日の夜、アルマトイイ地ジベックジョリ号は、ウルムチ南駅を発車し、水曜日に、アルマトイ二駅に帰着する。アヘシャゲ、 山口駅の駅名標1954年10月、中国とソ連の両国は、蘭州ウルムチアルマトイ間の鉄道建設並びに、国際連絡運輸に関する連合広報を発表した。これによって、満州座と経由、モンゴル中間鉄道経由に続く、第3の中祖国際連絡ルートを建設することが取り決められ、両国はそれぞれ国境まで鉄道を建設することになった。 1958年、乱心線前線にわたって工事が行われ、ウルムチから中蘇国境に至る北強し線の建設も同時に開始された。しかし、中蘇対立の影響で1961年5月に、ウルムチやヘ社下ゲ山口間の工事は停止された。1980年代後半に入り、中蘇関係が改善に向かったことにより、 1985年5月1日、ウルムチア・ヘシャゲ山口間の建設工事が再開された。そして1990年9月12日、ソ連のトルキスタン・シベリア鉄道と線路がつながり、ウルムチア・ヘシャゲ山口間の鉄道は、新ユーラシアランドブリッジの一部を構成することとなった。1991年5月7日、ユーラシアランドブリッジにおける、 鉄道コンテナ貨物輸送に関する中疎会談がウルムチで行われた。この会談によりアヘシャゲ山口ドルジバ間で国際連絡運輸を開始することが取り決められた。同年12月25日、ソビエト連邦の崩壊によってアヘシャゲ、山口での接続国がカザフスタンに変わった。1992年2月26日、中国鉄道部と カザフスタン鉄道の間で会談が開かれ、両国は平社下山口ドステク間の国境を解放することに同意し、国境鉄路協定に署名した。3月30日、両国の代表がアルマトイで再び会談を行った。その結果、両国の間で議定書を交わされ、ウルムチアルマトイ間で国際旅客列車の運行を共同で開始することが決定した。議定書には、 列車運行開始時期,期及び時刻表、列車編成と切符の価格などの内容が盛り込まれた。1992年6月20日、ウルムチアルマトイ間国際旅客列車ジベックジョリ号が正式に運行を開始した。列車番号は13、14時が使用され、客車と乗務員はカザフスタンが担当した。ジベックジョリ号はドストク駅で台車交換を行い、 毎週一往復運行された。運行開始初日、ジベックジョリ号の第一列車出発に際して、アルマトイで記念式典が開かれた。式典には、カザフスタン共和国大統領、ヌルスルタン・ナザルバイフ、首相、セルゲー・テルシチェンコ、中国鉄道部長、リモリ・シュゲルを団長とした中国政府代表団が出席した。23日には、ウルムチでも、 記念式典が行われ、国務院副総理クレガクケンのほか、カザフスタン、ウズベキスタン、タジキスタン3国の副総理が出席した。1992年9月19日、ジベックジョリ号に、ウズベキスタンの首都、タシュケント行き直通客車が連結された。この直通客車は、カザフスタン鉄道が担当したが、1993年10月に廃止された。 1993年4月3日には中国が担当する国際列車の運行が開始されカザフスタン担当列車と合わせてウルムチアルマトイ間の国際列車は週に往復となった中国担当列車にはラン州アルマトイ間直通客車が連結されたが直通客車は1994年4月7日に廃止された2009年4月1日ウルムチ鉄路局は ダイヤ改正を行い、中国国内でのジベックジョリ号の列車番号が N895-896 時から、K9795-9796 時に変更された。2011年12月、聖華駅コルガス駅ジャルケントアルマトイ間の新線が全線開通したことにより、いずれは、K9795-9796 時列車の 経路が新線経由に変更される予定である。これにより、ウルムチアルマトイ間の運行距離が1 3 5 9トルから1 0 1 6トルとなり、所要時間が32時間から20時間に短縮される見込みである。なお、2016年11月現在の時点では、従来通りのルートでの運行が継続されている。k 7 2 3 7 2 4次列車のウルムチ。 ドスト区間では、ウルムチ鉄路局ウルムチキムダン所属の東風 4D 型ディーゼル機関車が使用され、ウルムチキムダン所属の機関士が乗務する。なお、K9795-9796 次列車は、アクトガイ駅で列車の進行方向が変わる。中国が担当する K9795-9796 次列車の客車は、 新多を司法記者車両製の18系客車で、25系系客車と同じ灰色の塗り層が採用されている。列車は9両編成で、4人用個室の、交付瀬車7両、荷物車及び電源車、各1両からなっている。カザフスタンが担当する、K9795、9796次列車の、客車は、ドイツはゴンバウ社製のロシア式客車で、車体に、 と記してある。列車は給料編成で、4人用個室の2等寝台車7両、2人用個室の1等寝台車及び荷物車、各1両からなっている。中国の出入国審査は弊社下、山口駅で行う。その間乗客に対する荷物検査なども同時に行われるため、乗客は車外に出ることはできず、車内で待機を余儀なくされる。一方、 カザフスタンの出入国審査は国境の干渉地帯付近にあるマラシェンコ駅で停車中の車内で行われる。マラシェンコ駅はカザフスタン軍関係者以外乗降できない駅で客扱いは行われない。中国とカザフスタンでは線路の機関が異なり中国は1 4 3 5ト、mm、ルの標準機、カザフスタンは1 5 2 0ト、mm、ルの後機である。そのため K9795-9796 時列車は、ドストク駅で客車の台車を交換する。その間乗客は、車内で待機することも、外出することも可能であり、駅車内にあるレストランや両替所を利用することも、できる。カザフスタン領内はすべてカザフスタン東部時間で、記してあり、北京時間との時差は2時間である。ありがとうございます。